<ス>はいどうも皆さんこんにちはこんがりです。というわけでですね、本日もメンタルブレイクアウトやっていこうと思います。<ス>うん、はい、ということでね、本日使っていく武器なんですが、こちらの SPR310。まあ、通称ですね、ダブバレです、はい。ダブルバレルショットガン使って、敵をですね、ブチ56していこうというふうに思うんですが、 この武器ですね、マジでヤバくて、何がやばいかっていうと、これね、本体価格なんと、!1000 円たったのですね、紙ペラ1枚で買えるわけですよ、このダブルバレルショットガン、えぐくないしかもさ、これ、弾もですね、安くて、今回ですね、リスナーにおすすめされたこのね、リップスラグガダンが。 まあ60発、いや90発かな、何発か忘れちゃった、60発か、60発買って3000円、でこっちのですねタイプ8の、えー、バックショットガンが60発で3000円、はいまあ、どっちかでいいと思うんでね、えー、今回ちょっと検証していこうと思うので、えー、まあそれぞれね買ったんですが、まあ、3000円と1000円で、4000円あれば誰でも作ることができる、はい僕ですね。 もう皆さん見てわかるとおり、えー、所持金がですね残り7万7000円なんですよ破産リーチかかってますのでここでしばかれたらもう僕は終わりです頑張ってね護送を今回使用していますがこれがなくなったらもう買えましんということで、えー、マジでね気合入れていこうと思うんで、えー、とりあえずですね、えー、早速性能検証していきましょう はい、ということでね、まずはこちらのリップスラグ弾をですね、詰めて撃っていこうと思うんですが、貫通レベルが驚異のゼロ、そして基礎ダメージが274ということで、もう足当てするしかないってことなんですよね。でも皆さんね、分かる通り、これスラッグ弾なんで、一発しか出ないんですよ。うーん、だから、う足にね、2発当ててしばくみたいな感じで、まあ、使っていくんですが、今回ですね、まあ、リスナーに教えてもらったんですけど、これどうやらね、 確定2発で沈むらしい1発2発ねこんな感じで沈むんですよねだからこれがおすすめだって言われたんですが僕ねまああのショットガン初心者なんでこのね8型バックショットガンこれをですねまあ使いたいかなって思うんですよ前回ね僕これさめっちゃ計算ミスってて 43×8 で8型 なんか134とかなんか意味のわかんない数字言ってたんですけど正しくはですね今計算してみると 43×8 は344なんですよねこれ前段当たったらはいなんで 344×2 かなで688。 まああの期待値はそんなもんなんですが期待値じゃねえか、うん、ちょっと期待値って意味ちょっとかっこつけたくて使ったんですが意味が分かりませんでしたすいませんでしたえ速攻謝るんではいえということで今ねリロードしたんですけどこんな感じだねまあ弾がばらつくんですけど、まあ、こっちの方がですね、まあ、比較的安全なんですが、まあ、どっちがいいんだろうねまあ今回はですねリスナー信じて、まあ、スラック弾をですね、まあ、詰めてやっていこうと思うんですが、まあ、これね えーどっちがいいか皆さん教えてくださいでこれめちゃめちゃさもう装填の仕方がかっこいいっていうパンパンでもうなくなったらこうカチッってやってダブってやってパンパンでこうやってカチッってやってポンって入れてカチッってやってはいはいみたいな感じで腰打ちはこれ当たらないんじゃないかな腰打ち無理でしょこれ絶対これきついよな正直俺腰打ちに逃げる癖あるからさだってね こんな感じで、あいけるかもしんない。はい、ということでね、秒速 31cm でマッチングしました。対戦よろしくお願いします。僕ね、今ね、このメンタルブレイクアウトの癒しをね、求めて、まあ、アマプラでですね、バチェラーのシーズン5をね、見始めたんですよ。ちょっと大人の恋なんですが、まあ、バチェラーって知ってますかねあの、一人のね、男性を、まあ、大勢のね、女性が奪い合うっていうまあ、恋愛バラエティーショーなんですが、でそれでさ、 あの、のそれのね、えー、女性バージョンもあるんですよ、バチェロッテってやつ、はい、ちょっと名前忘れたんですけど、女性1人に対して、まあ、男性がね、えー、まあ、十数人でまあ、取り合うみたいな、でさ、なんかそのね、まあ、ファーストインプレッションって言って、で、そのバチェラーで女性とね、男性が初めて会うときに、自己紹介とかさ、まあ、普通にするんですけど、僕がもしね、仮にバチェロッテにあの、出るとしたらね、えー、こういう挨拶しようと思うんですよ。 はい、どうもみなさんこんにちはコンです。<laughs> 多分さ、一発で落とされるんだろうな。いや、マジでさ、それをさ、想像したら、にやキが止まらなくて、まあ、今日もね、僕、幸せに生きていきます。はい、ありがとうございます。ということで、やっていきましょうか。バチェラロッテかなちょっとよくわかんねえ、あの名前。マジでさ、俺、カタカナ苦手なんで、ほんとにやめてください。えー、もう、とりあえずさ、ぐんぐん詰めていこうか。いや、これ、あんま詰めちゃいけないと思うんだけど、てかさ、 あれかな別荘をこもって、しばくっていうのが一番いいんじゃないのこれ。もしかすると。あ、これ、検証した方が良かったかもしんない。どこまで届くんだろう、スラッグ団って。まあ、皆さんね、えー、しっかりと射撃場で、まあ、ご自身の、ね、目でね、判断してから使ってくださいね。うん、僕のせいにしないように。えー、とりあえずいるはなんか知んないけど。あ、怖っ。いたべうべうべうべったうぅぅぅぅぅぅぅ。うぅぅぅぅぅぅぅ。うぅぅ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 。ぅぅぅぅ 怖っマジかよおかしいだろは来てるかいるかあびっくりしたスカブでしたあもう強すぎスカブ俺さこれ勝てるのかなはははびっくりしたスカブちゃん伏せないでよそんなところに怖いってスカブも伏せんのもう怖すぎるわ、えー、とりあえずねダブバレなんですけどマジで俺相性悪いかもしれん普通になんかさしばかれる未来しか見えねえ ただ、かっちええから、まあいいか。うん。めちゃめちゃかっこいいですね。えとりあえず、かっこよければもう何でもよしなんで、え、いっですね、回復まいておきましょうか。回復まきまきタイムです。さあ、ということで、あっちの方でなんか銃声鳴らしているんですが、なめんじゃねえぞ。てか、マジでさ、ADS ショットガン苦手だわ、俺。うーん。これ、ダメかもしんない。今回、バチェラーこんがりね、失格かもしれません。はい。 まさかの全員の女性に振られてしまって一人孤立してしまったかもしんない今回のバチェラーは史上初の大惨事バチェラー振られるさあ強いけどねうんこの距離でさ沈むんだぜまあショットガンではないよなこれなもうもはやダブバレはショットガンではない SR かもしんないこれスラック弾としてね使うってことはそういうことですからねこれはショットガンであってショットガンじゃないのよ SR なのよ。うん。ということで、行きましょうか、こっち側。別荘2機の、バカタレを、しばきに行こうか。はい。あ、怖っ。ああ、いるわ。やめてくれよ、ほんとに。マジで俺、争う気ねえから。あーあ,ーあー、怖い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 。パーティーか怖い怖い怖い。なんか、引っ殺されそう。はい、いるわ、いるわ、いるわ。はい、オッケー。まずは1枚、しばいていく。 ファーストインンプレッション成功ですさあ、さらに。は行いったか。やったか、やってないか。やるぞ。あ、なんで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 、君なにあ、お前、マジでやめて、マジでやめて。マジでやめて、お前。ちょっとなんで当たん、お前、なんでだよ。お前、スカブか、本当に。これ、スカブなのか。ボットなのかさ。まあ、これ多分、ボットだよな。救われた。ボットでした、多分。あぶねえ。危なかった。普通にボットでしたね。 ホットじゃななかったらまあ芝枯れ案件なんですが危なすぎまじで怖っまあただ鎮痛もらっとくわあと火炎瓶ありがとねさあということで無事にしばけたんですがまあ奇跡ですよね本当に明日今日よりも好きになれるわけねえだろうとこれさあ一旦しばいてあげてでこっち側の人もさ これあれれれでしょ普通にうん AI だねここ女性かこれ男性女性どっちこれ女性だよな。女性の AI っているのこれ。これワンチャン人だったんかわからん。ただ弱い。めっちゃ弱い。いやーどうしよっかな。別荘漁るかこれ。いやちょっと勝てたの奇跡ですね。今のはね、正直運ゲーというか、相手が弱すぎたってのあるな。うん、正直。 まあ普通だったらしばかれてると思いますよ皆さんあんなねあの時間かけちゃいけないのよこのダブバレっていうのはもう一発勝負だからなそれがダブバレのいいところではあるからあんな風にね時間をチンたらチンたらかけてる場合じゃないのよいるのかこれは怖すぎないなんでここ漁られてないんかいなぜ漁らないなぜその扉を開いてこのオフィス用の引き出しを漁らないんじゃ こんん結構いいいいのあるからなみんな拾いなみ拾さいよせめて別荘来たんだったらこれぐらいはさ開けようねほらねソーラーパネルが落ちてるでしょこういうことこうやってさなんか出てくるからうんみんなはね絶対これね開けた方がいいさなんか来てるかなあ分かんないけどなんかいそうだわ怖ちょマジか怖い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 ,怖い来てますね 誰かが来ているさあとりあえずですねまあ足音も消えてしまったのでまあ一旦ちょっとこっち側行こっかなうん一旦忍者ムーブしてあげてちょ怖いね本当にねあいつさどっか消えやがったなワンチャンベ荘ソをあさってたんじゃないかなあいつがあの足音の主があこれかあれは普通にスカブかんだスカブちゃんですわ うれあれあああああバイ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 まずいまずいまずい一発しか入ってなかった最悪オラーとか言ってさいっちゃんさなんかダサいは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 いうれなんで当たんないそれが嘘でしょもうやばいもうスカブにさどんだけ時間かけてんだよおかしいってこんなのこんな絶対勝てないよ人を相手に勝てるはずがないじゃないかみんなどうすりゃいいんだよ俺はもうどうすればいいのかわかんないよ 人と当たったっら100%しばかれますねやっぱりさバックショットガンの方がいいかもしんないなみんなはやっぱりみんなさショットガン初心者の人多いじゃないですかスラック弾っていうのはねちょワンチャン武器ではあるんですが確定2発っていうのはね強いんですけど確かにでもダブバレってさ2発撃ったらなくなるのよ弾が俺気づいちゃったその心理にこれまずいんですよだから外したら死亡っていう。 ピローンって言いました LINE がえかなりですね危ない綱を渡らないといけないのでこれはねちょっとねおすすめはねできないかもしんないみんなには正直なちょっと荷が重いでしょう一発外した瞬間にさ負ける武器とかさ誰が使いたいんですか君はスカブですねあなんでさ残薬詰めてないんだよもう初心者か一回一回ちゃんとやっとこうねはい頭にスパーン まあワンチャンバイザーつけてないやつには今みたいに頭スパンできますがただそんなやつはいないので、うんまあ、気をつけていきましょうてかもう弾がないんじゃないだいぶあと30発か半分使ったねうんでこれ一発しかさ残ってない時にリロードすると多分1発落ちるんじゃないかな弾がだからさ2発撃ってからリロードするのがいいと思うんだけれども 気のせいでしょうか行きましょうかモーテル、地獄モーテルへようこそ。皆さん、いらっしゃいませ。もう僕はですね、ここでしばかれてしまうのかもしれない。でも、男だったら、いや、実況者であるならば、ここで逃げるわけにはいかねえ。はい。みんなはね、100%真似しないでください。てか、俺も破産しちゃうから、マジで。マジのガチで破産するんで、もう本当にね、これは、バカですよ。うん。 こんななことする意味ないからね正直でも俺は勝ちたいやっぱり自分自身に勝ちたいプレイヤーに勝ちたいっていうよりかは自分自身との戦いだからなこれはなもうもはやアリーナブレイクアウトっていうのは実は他のプレイヤーと戦ってると見せかけて自分自身との戦いだったんですよはい、まあ、それをですね理解していれば、まあ、たとえですね全ロスしてもなんとかね繋がるんですよね明日に それをですね、理解できないと、ちょっとね、絶望してしまって、まずいのかもしんない。こわ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 しばかれている。さ、しばかれ案件、ダブル。はマジで怖いじゃん。いるのかそっち側。いないこの扉の奥に。えぇーべいたしな、あっぶなガチでだるいって、それ。おい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 。どうしてやろうか。どう調理してやろうか、マジで。 ここここわわわわこわマジでめんどくさいからほんとにいたかやっぱり怖すぎるってマジでやめてくれよあっぶな命刈り取られるところだった危ない危ない危ないマジで危ない何やってん何をしてんほんとに怖い怖い怖いちょっと鎮痛ももうすぐ切れるから一旦ちょっと鎮痛も巻かないといけないんだけどその前にまずは回復タイムです あっプなマジでおい命いくつあっても足りねえよ九死に一生を得ましたはいということでちょっと見てみましょうかダブバレには詰まってるのでしっかりとここやっていこうかうんあの出待ちにきをつぶすマジでさズルだよな本当にガチのマジでズルだよねオッケー勝ったみんな見たか これが勝負ですはいこういうことなもうこれで俺大満足もうこいつに勝ったから用はないこのマップにはうん気持ちいいねありがとうね僕の糧になってくれてうまい養分にしてやったわじいじい対戦ありがとうございましたあーもういいもういいもういいや本当にマジでさおかしいってこれ。 これいくつ命があっても足りないかなもうみんなやめてくれもうダブバレは使うのなしな禁止ですこれ本当にね強いんだけどもうギャンブル性高すぎるこんなさガチガチ装備でやるもんじゃないワンチャン狙いの軽装でダブバレとかでねいいんじゃないでしょうかはい皆さんはねえー、ということで一旦これさ玉詰めといてでしっかりと あさっていく。いや、本当にこれ何パーティーかなんかパーティー来たくさい。はい、F57。マジあざっす。いや、待って、マジで。ここ開けんな、本当に。ガチで来んなよ。マジでやめてくれ。F57 の方がいいか、これ。今は。さあ、よくわからない弾が詰まってますが。ちょ、マジでやめて。怖い、怖い、怖い。 もう足音がすべて怖い。二層貫通なんかしょっぱいな。ダメだ、普通に。やめましょうよ、もう。争うのは。ちょ、マジでこれさ、脱出すんのが困難だぞ、マジで。怖すぎる。さあ、行くか。怖いね。一旦引いてあげて、ば木に行きましょうか。いっぱいいる、いっぱいいる。ずるい、だるい、だるい。 さあとりあえずスニーキングかましていますがやってんねもうマジでさスカブ頑張れ本当に本当にスカブ頑張れよマジで頼むからマジでしばいてやってくれもうやだよ俺戦闘したくない本当に終わったわまた一人の命がどっかで散りました怖すぎるでしょもう,やめてもうやめてもうやめてあやべアップねしっか しっかりとここは回復入れておこ,うさあここさあからですね、僕はどのように立ち回っていくんでしょうか。あ、まずいまずいまずい。やっちゃった。あ、ほらほら、落ちちゃうでしょ、こうやって。ほら、こうやって落ちるんですよ、これ、絶対ね。俺、知ってたわ。やっぱ落ちんのか、これ。あっぶね。誰にも言われずともさ、気づけたわ。怖くないこれ、このパーティー。何なんなんマジでさ、なにずっと足音出してんだけど。怖い、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 怖い。 俺帰れれば勝ちだからな俺基本的にはふざけるなやばいやばいやばいやややばばばいやばいいガチで帰る俺帰るぞもうこっから脱出できたら俺の勝ちみんなそれでいいかもう一人芝居たから僕的にはもうさ取れ高 OK あとは脱出できれば勝ちなマジで怖いってやめろって来んなってマジでガチで来るなちょい一回さ落ち着こう マジでちょっと逃げよう本当にもう無理もう無理マジで防具もだいぶ削られてるしさあブースト決めちゃいましょうでワンチャンこれさまあもうこっちも決めとくか青いお注射も打ってあげていきますよさあ走れこんがり変えれマジでやだもう護送これしかないからさ失うわけにはいかないからもう普通に。 1>, もう1枚しばけただけでさ、俺の勝ちでしょ、これ今回。はい、勝ちありがとうございました。もう帰ります。さあ、ということでね、え皆さんいかがだったでしょうか、まあ。今回ね、ダブルバレル使ったんですが、まあ、多分もう帰れるので、まあ、エンディング的な感じでね、話していこうと思うんですけど、まあ、正直な感想、まあ、僕、忖度抜きでね、いつも辛口評価してるんですけど、ダブルバレルは、まあ、あの強いんだけどさ、 高級装備でやるもんじゃねえからそこだけさ間違えないようにそれさえ間違わなければ多分ね強いんだと思うんだよ軽装でえびっくりしたもう怖いってマジでオッケーなんでなんで一撃で死んだんとりあえずもう2発詰めとくかうん一発ねポロンしましたがもういいわとりあえずもう帰ることの方が優先はいしかも もうあのたかが一発なんてね拾ってるね時間がもったいないんでさっさと帰りたいと思いますまあ、軽装でねワンチャン狙いいいんだけどさ、まあ、僕結構ねアグレッシブに動くからまあ高級装備が必要だからさまあ、僕との相性はね二重×でしたねはいまあ、待てるプレイヤーだったらガン待ちしてさ角待ちしてしばけばね相当強く使えるんじゃないかなって感じがしましたはいということでウォールマリアから帰りましょうありがとうございました作戦完了 ふうマジで怖かったわもう本当に二度とやりたくない <laughs> あでもね、えー、無事に帰れたということで本日の最終結果はこちらュー5万5千いやー今回ねめちゃめちゃヒヤヒヤして九死に一生得たんですが大価が5万円ですか少なすぎる皆さんはですね、えー、まあ軽装でダブバレ使ってみてはいかがでしょうかワンチャンあります 以上、こんがりでした。じゃあな、じじい。